おはようございます。ステイトラベルです。日本をだって金土日月火水木7日目の朝になりました。はい、ということで今日はですね、それほど大きな動きはなくてですね、午前中はホテルで、今からご飯、朝ご飯食べに行って、ちょっとねプール入ってないんで、ね、プールの方に入っていきたいと思います。で、午後からちょっとバリといえばこの人という人とちょっと打ち合わせというか、顔見せをしたいなと思っていますので、動画はちょっとね言ってないので急に出てもらうのはないなと思ってますから、厳しいから、写真ぐらいねちょっと撮れたらなというふうに思います。では、はい、今日も一日お付き合いください。もうずっと結構朝3時半とかね、5時とか6時とかばっかりだったんで、だから観光すごいね充実はしたんですけど、バリといえばゆっくりしようよみたいなところがね、残念ながらずっと撮れてなかったので、今日は少しだけのんびりしようかなと思います。で、明日は夕方の便です。16時17時とかなんかまた変更来て、また変更来てなんぞ、ちょっとバリエーション航空の話で多分するともう1時間ぐらいまたかかるので、それはベッドにします。せっかく来てるので、で、明日は17時ぐらいの便なので、午前中ちょっとパッキングしたりとか、チェックアウトが12時で、お昼ご飯を食べて、で、空港の方に向かって、着くのが、翌日なんで土曜日の朝7時か8時やったかな。なので多分家に着くのが7時か8時でしょ。そこから、バスでしょ。1時か10時ぐらいにはうまくいけばもう朝の10時には家に行くんじゃないかと思います。で、洗濯物とか溜まってるし、今日できたら洗濯一回僕ね出したことないので、洗濯してから、帰ったら、うまくいけば5時間とかぐらいで出来上がるらしいんですよ。初めてなんで分かんないですけど、なんでちょっとそれやってみようかなというふうに思います。では、今日も一日お付き合いください。チャングーに昼からは行きます。あの方が、登場してくれるかも、写真では出ると思います。よろしくお願いします。それでは今日も朝ごはんいただきます。何か新しくなりましたか。ちょっとパパッと見ていきましょう。チキンね、ここのチキンね美味しいんですけど、骨があんの僕嫌なんです。デミゴレン、ちょっとご飯に色がつきましたということで、あとはパンか、パン、ジャム、パイナップル、でこちらがスイカと、これなんや、スイカとこっちなんやろ、これわからん。で、クッキーとドーナツ、飲み物、コーヒーか。で、こっちがスープとおかゆ、卵、こっちはちょっとそこで焼きますよというエッグステーションって書いてるの。はいはい、なるほど。これは今までなかった、なんかお餅みたいな感じで、サンドイッチなんかいろいろついてる人が教えてくれる。安いご飯もあるよって、安いご飯ってないやねみたいな。ではいただきます。なんかどうしても全体的に茶色になっちゃうな。野菜を取ってないからか、野菜も取ってこようかな。ちょっと後で第2弾いくかどうか考えます。では今日も朝ご飯いただきます。それではせっかくなのでプールの方に入りたいと思います。で、ここのホテルプールが2つあって1階と4階にあります。で、4階の方は夜11時までやっててなんかライトアップされるので、そちらは夜に入ろうかな。で、こちら1階にあるので、私が今泊まっている階が1階なので、その目の前にあるので、まずこちらでちょっと、めっちゃ深いんよ、そういえば 1.5 メーターあんねん。1.5メーター、どんどん深くなっていく。こっちが 1.3 でこっちが 1.5 メーターあります。とりあえず 1.3 から入ります。あのね、僕175あるんですけど 1.3 めっちゃ深いで、これどん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 いくでしょ。
深くなっていく、深くなっていく、うわ深い深い深い、 1.5 やばいよこれ、これ無理やで、うわすごい、これダメやわ、 1.5 とかすごいわほんまに。なんかみんなベランダから見てて、なんかめっちゃ手振ってくれたりする、大丈夫みたいな感じで、大丈夫じゃない、俺はやばい、これつま先立ちで 1.5m、 1.5 って言ったら結構顔まで行くか、だって頭入れて僕75でしょ、お深い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 、え、ちょっとこれ深いって、え、何これ、競泳用みたいになってるやん、なんでこんな深いんやろ、ほら分かる、ここ 1.5 なんすよね。でこれ上みんなベランダがあって、ベランダでゆっくりしてるんですけど、手振ってくれたりする人もいる。ではちょっと一旦、はい、あの携帯置いてもう泳ぎます、真剣バージョンで、よいしょ、ほら上とかこうみんなねいるんですよ。あー、これがリゾートのプールの感覚ですね。いや、日も照ってきた、気持ちいいわ、はあ、ではちょっと休憩したら行きましょうか。チャングーに到着しました。そして海です。チャングー側の海にやってきました。おお、なんか美味しそう、ご飯時なんで何か食べましょう。でこの後ちょっとね、会いたい人に会いに行くので、軽く30分ぐらいしかないんで、ちゃちゃっとこの辺で食べちゃいましょうか。海見ながら食べる、いいんじゃない、危ない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 、海見ながら食べますか。もうなんかクタとはまた一味違う、はい、感じになってますね。ちょっと時間ないのでおりませんけど、いい感じです。それではこちらチャングーの海でゆったりとご飯を食べましょう。最高やで、これこんなことで、こんなところでご飯が食べれるんですよ、こんな雰囲気で、これはいいやね、本当にいいわ。ではご飯はこちらの海を眺めながらにしましょう。最高やな、これぞバリですよね。今日が最終日ですから、こういうのも一日行きましょう。でご飯は、梨チャンプルにしようかな。エビ入れたいからこの550円とナシチャンプルだから、ピザはこの間食べてメキシカンや、あ、パスタにしよう。もう一番上のボロネーゼ750円とでミックスジュース、これにしましょうか。カクテルか、こっち、こっちカクテルやな、ミックスジュースないやん、こうか、あ、こうか、こうしましょう。でジュース、ドリンク、ジュースはせっかくなんで、そう、このミックスジュース、さっきね書いてましたね、これにしましょう。400円、これでいきます。来ました、ミックスジュースです。海を見ながらフルーツジュースいただきます。これ最高やわ、見てこれ、いやもうこれでいいや、これでいいでしょもうね、本当にゆっくりできるわ、時間の流れが違う。ではいただきましょう。ダメだ、今から堀さんに会うのになんかのんびりしすぎてしまう。こっからグラブで10分ぐらいなんで、もうちょっとゆっくりしましょう。まあご飯来てないけど。来ました、来ました、ナシゴレンのエビバージョンでございます。いや、こうしてあげると海が見えます、下げるとナシゴレンが見えます。はい、いただきましょう。そしてボロネーゼパスタでございます。いただきましょう。はい、海見えます。このボロネーゼめちゃくちゃうまい、これは美味しい。なぜかっていうと
ここの景色があるから、波の音とともにボロネーゼ、これもねめちゃくちゃ美味しいんですけど、ボロネーゼがうますぎてやばい。これも美味しい。波の音がいいな。でもあでも これも美味しいわ、うん、スパイス効いてて美味しいけど、ボロネーゼがねめちゃくちゃうまい。ここ何これ、美味しい。無事にバリ島の味方の堀さんと打ち合わせをしてきましたよ。なんかねちょっといろいろ進みそうな雰囲気があります。ぜひ楽しみにしておいてください。で、クタに戻ってきました。今クタビーチエリアを歩いてるんですけど、今からちょうど8時なので軽くラストご飯ですね。はい、いよいよバリ島ラストの夜ご飯となります。どこに行くか今考えてます。結構もう行ってるんで食べてないものもないし、フラッと気になるところ入りましょうか。ちょっとビーチ沿いはやっぱりあんまり人も多いし嫌なので1本入りますね。またいつも通り。はい、ではフラフラ行きます。そういえば堀さんは本当に裏表ない人でしたよ。なんか YouTube のままですごい優しいというか、はい、なんかいろいろ人気があるの分かります、僕と違って。はい、笑っといて。ではもうちょっとフラフラ探します。イケメンやったよ。そこは俺と一緒でね、一緒でね。よいしょ。なんかすごい人やな。やっぱりもう今日木曜日なんですけどね、このビーチ沿いはやっぱ人が多いんでしんどいわ。ちょっと入ります、中に。それではそれではラストの夜はこちらワルの44にしましょう。インドネシア料理ですね。美味しそうです。行きましょう。さあではまずはサモサのチキン300円にしましょう。これとあとよいしょ、何にしますかっていうとこですよね。ちょっとスープいきますか。じゃあこのソトアヤーム250円、安いな。これに行きます。さあ来ました、サモサです。ここでインド料理も重なってるから美味しそうなインド料理いっぱいあります。サモサ行きます。そしてこちらがソトアヤムのチキンとなっています。ソトアヤム、ウチアヤムとかソトとかっていう、なんやろな。まあいいや、とりあえず食べます。ラストの夜が終わってしまいました。ごちそうさまでした。本当はちょっとねお腹減ってたらバターチキンカレー食べたかったんですけど、ちょっともうお腹いっぱいだったんで、はい、これで帰ることにします。で明日は夕方の便なんでお昼過ぎに出発です。ちょっと朝はパッキング豆腐ねゆっくりして、で朝ごはん食べて、そして、お昼から出発します。ということで長かったな、でもあっという間、長かったけどあっという間、旅なんてそんなもんですよね。で今回もいろいろありましたけど、特に、はい、命は残ってます。で今日ちょっとね堀さんとも話いろいろできて、また皆さんにいい報告ができたら、危ないできたらと思います。なんかねやっぱりね共通の知り合いとかいろいろ、はい、いるんで嬉しかったですね。話してるとみたいなところもあります。では明日移動の動画となります。どんな移動になるのかぜひまた皆さん楽しんでください。では皆さんおやすみなさい。ちょっとこの辺音楽がうるさいです。おやすみなさい。おはようございます、生徒の時です。残念ながら本日がバリ島最終日となりました。で、今日はですねまた何日か前にマレーシア航空から連絡メールが来て、はい、飛行時間変わりましたみたいな、一
人の予定何やと思ってんねんっていうぐらい簡単に言ってくるんですけど、5時10分、発の飛行機に乗って、明日土曜日、今日金曜日なんですけど、土曜日の朝、7時8時ぐらいに、成田空港に着く予定となっています。はい、で先週の金曜日に日本を出って、明日の土曜日ということで金土日月火水木金と9日間、はい、移動日入れて9日間、はい、バリ島の、はい、ために動いたというかバリ島に来ました。で、まあ、いろいろあります。本当にいいこともあったしちょっと嫌なこともあったしみたいなことで、僕はまあでもバリ島は比較的いいことの方がいつも多いです。はい、で昨日堀さんともお会いして、ちょっといろいろお話し進めてたなというふうに思ってます。で少し、まあ、バリに近づけていけたらなと思っていますので、はい、この動画でもバリの回数が増えたらいいなと思っています。で、今からちょっとだけ朝ごはん、今ね9時ぐらいなんですが、朝ごはん、あ、10時、9時、あ、9時か、9時ぐらいなんですが、朝ごはんちょっと食べて、パッキングして、で17時でしょ、飛行機が、まあ、3時間ぐらい前にはここを出たいので、2時に、このホテルを出れたらなと思ってます。でランチもこの辺でちょこっと食べれるかな。そうですね、はい、隣で食べるかどっか目の前で食べるかして、はい、行きたいと思います。では、ちょっと朝ごはん今から軽く食べに行きましょう。で総括とかしたいんですよ本当は。僕ね総括をしてないんですよね、いつもあのこうあって、まあ、今ちょっとねできるだけ朝昨日あったこととかいろいろこう話をして、少し総括的なところをしてるんですけど、本当のガッツリの総括をまだしていないので、また改めてそれはね、どっかのタイミングで撮ろうと思います。で、次回も再び海外が撮れるんじゃないかなと思ってます。年内多分ね国内は今のところ決まってないです。海外は結構決まってるんですけど、国内は決まっていませんので、はい、ぜひまた引き続き香水トラベル見ていってください。ではちょっとご飯行ってきます。なんと閉店が10時ということで、のんびり、僕11時やと思ってたから、そらそうか、10時か。昼からの営業もあるから、10時に閉店ということで、今急いでご飯食べてます。なんか、僕のために待ってくれてたみたいで、待ってくれたというか、片付けんの。で、とって今、片付け出したんで、申し訳ない。急いで食べちゃいます。それでは、飛行機乗るまでに少し2時間ほど時間あるんで、ラストマッサージ、ちょっと僕は足、はい、パンパンなんで、ラスト足のマッサージだけ行って、飛行機乗って帰ろうと思います。どんだけマッサージ行くねんっていうぐらい行ってますけど、でもね700円ですよ1時間。それ行くだろうなって僕は思うんですけど、では、はい、いつもの行きつけのあのマッサージで行きましょう。もしかしたら始発でもいいかな、どっちにしようか迷ってるんですけど、ちょっと始発かどちらかにします。よいしょ、よいしょ。そういえば、そうそう、充電取ればよかったね。そう、今ねガチャンって閉めたんですよ鍵で。で、まあ僕のいつもの番号で開けようと思って開かないんですよ。もうなんでやろうと思って、でホテルの人に行ったら、あ、もう切っちゃいますねって言って、すぐパッてパチンって切ってくれたんですけど、もうカードの保険で直すしかないよ。あ、トラブル多いわ。もうあれ、もうあれ自動で買うのやめてほしいよね。なんかここが2回目なんですよ自動で。で前回はたまたま僕適当になんか、まあまあ線取りかなんかあるのか知らんけど、やってたら綺麗に取れたんですよ、開いたんですよ。たまたまですよ、全然あさっての方向の数字で。今回も何回やっても開かないから、もうホテルの人に聞いたら、もうすぐなんか設備みたいな人が来て
パチンって切ってくれた。でももう使えないんで、カーギーは、はあ、最悪やもう。リモアなんですけど、どうなの、もうこれ2回目っすよ、もう。で、あの番号忘れたとかじゃないですよ、番号覚えてるんですよ。で、開けようとしたらもう開かないんですよ。なんかもうこれ2回目番号忘れなくて開かないの。いや、自分がバレていいんですよ。自分がね、なんかあれ何番やったっけみたいな、ど忘れしたみたいなやったらもう自分が悪いんですけど、番号覚えてるんですよ。で、飛行機乗って降りてきたらもう開かないとかね。あー、もう疲れた。でも3分ぐらいでパチンって切ってくれたからよかった。ちょっともう癒すわ、マッサージで最後癒しで帰ります。いや、パスポートも中入ってたから、最後家の鍵も入ってるか、もう家も入られ、まあ、何も飛行機乗られへんもんね。ではこんな話もしながらなんでこんなんばっかりなんやろ、面白すぎるわ。もうなんか綺麗になかなか行かへんな。よいしょ、では行きます。さあ、それではちょっとね、いつも行ってるところが満席、満室なんで、こちらの系列店ラッキーバリスパ9の方に、いつも行ってるのは8なんですけど、9の方に行きたいと思います。で、ちょっとオイルはもう使えないんで、この後飛行機やから始発にします。始発、始発なんぼや、始発あれや、60分1600円で、なんかちょっと安くしますよって言ってくれたから、それにしちゃいます。では始発のために行ってきましょう。この後飛行機なんでがっつり行ってきます。始発行ってきました。痛かった、肘でやられたらめちゃくちゃ痛いわ。やっぱなんか僕ぐらいの体格のおばちゃん来て肘でガンガンやってきて痛かった。なんか気持ちいいところと痛いところがあって、なんか背中はいいんで、俺腰と肩やってほしいんですけど、なんか背中をやられるんですよね、やっぱり。なんでやろうな、背中なんか来らへんのに腰と肩やってほしかったな。まあいいや、では以上でバリ旅終わりとなります。最後はマッサージで締めてきました。で、この後一旦ホテル戻って荷物受け取って、グラブで、空港の方に行きたいと思います。では空港に移動します。デンパサール国際空港到着です。クラブで来ました。さあ、どうしようかな。まずチェックインして荷物預けて、でイミグレ通って、うーん、お腹空いてるような空いてないような、ちょっと飲み物飲みたい、冷たいもの飲もうか、せっかくなんで。で、マレーシア着いたら再び、ラウンジに行こうかな。では広いんですよ、ここ。そういえば皆さん、めちゃめちゃ広い空港なんで迷わないようにしてください。無事にイミグレ通過しました。ということで、あと1時間2時間弱ぐらいあるんで、ブラブラしながらお茶でもする、また今したばっかりやけど、ちょっと考えましょう。ではさよならバリと、またすぐ来たいと思います。ではお土産も買って、はい、パーフェクト、完璧です。やっぱ空港の中高いわ、ご飯も。一気にバリからなんか現実を突きつけられた。お土産とかもなんかスーパーとかで買う3倍か4倍する。びっくりしたよ、もう。よいしょ、それでは5番搭乗口まで行きましょう。
ちょっとね搭乗口が変更になったみたいで5番から6の B になりましたと。これ多分バスで行かないとダメなんで浮き止めですね多分。行っちゃおうかな。さあではクアラルンプールに向かっていきましょう。いやそういえば今オーストラリア人と喋っててめっちゃ楽しかったんですけど、全然伝わってなかったみたいで営業勉強します。無事にクアラルンプールに到着しました。次が3時間空くんでトランジット3時間なので行きと同様にラウンジに行こうかな。腰痛い。ではラウンジを探しましょう。これ第1ターミナルなんですよね。第1ターミナルなんでラウンジがあると思います。ちょっとでもちゃんと次の便を探します。ここの航空広すぎてねめっちゃ難しいんですけど、僕さすがにね結構来てるんでなんかね違うことに気づいてきた。さっき着いたのってターミナル1のなんかまた違うところなんですよね。でバスに乗ってこちら側に来ないとダメなんですよ。じゃあ初めてターミナルのなんかようかなこう1の中でも KAL みたいななんかようかなでこれね僕トラベルクラブラウンジこれプライオリティパスラウンジなんですよ。でここより奥にゴールデンラウンジがあるんですよ。これね到着した場所が同じ場所じゃないっていうことにまず気づかないとダメで今バスで移動してきてでこの奥にあるんですよゴールデンラウンジがあるはず。これがなかなか難しい。来た時は本当地獄の沙汰で空いてなかったんです。空いてたけどご飯が一品もなくてただ座りに来ただけっていう。さすがにこの時間逆に席すら空いてない。どないやねんっていう話ですよこれほんまに。ただようやく普通のラウンジっぽく、はい、過ごせそうです。何食べよう。あそこの方は食べたいな。あとは何にしますか。ここはあケーキね。ようやくケーキとかもあるわ。もう前回地獄やったもんな。何のためやねんっていう話やった。あこの辺じゃあとりあえず食べるか。とりあえずやっぱりフォーは食べたかったんでフォーを食べることにしました。ただ分かってます。この後必ず機内食との戦いになるのであんまり食べ過ぎたらダメ。そしてラストはこのケーキ4つセットで攻めましょうか。ではラストいただきましょう。これを食べて日本に戻ります。そういえば若干風邪をひいてしまいまして、冷房風邪なんか向こうめっちゃ冷房かかってる場所と外めっちゃ暑いこの寒暖差でめっちゃやられて僕は初めて海外で薬を買いました。鼻水が止まらない。なんかきついわ。飛行機の中飛行機の中でまた乾燥してるし、まあいいや。とりあえず食べます。あと1時間ぐらいあります。それではそろそろラウンジを後にして飛行機に向かいたいと思います。さあ6時間半7時間ぐらいか寝れるかな。ちょっとシャンパン飲んだんでゆっくり寝れたら嬉しいな。でもな機内食特にいらないよな、もう食べたから。さあでは頑張ろう。
日本に帰ろう、なんか久しぶりや。約9日ですね。帰ります。無事に成田空港到着しました。ちょっとこの後はですね、ゆっくりと帰ってからお話ししていきたいと思います。ではとりあえず戻ります。よいしょ。さあ皆さんこんにちは、セイトラベルです。ですね、本来はバリから帰ってきて、家に着いて、まあ、総括でもしようかなと思って、成田空港で、じゃあこの後家で撮影しますみたいなことで多分終わったと思うんですけど、実はですね、めちゃめちゃいろんなことがあって、土曜日に帰ってきて、今日月曜日なんですよ。で、なんでじゃあそんな日にち空いたかっていう話がありますよね、当然。今回のバリは、まあ、いいことも当然あったんですけど、いいことも結構あったんですけど、悪いことも結構あって、ずっと述べたんで行ったわけじゃなくて、本当にいろんなことがあったんですよ。で、もう帰ってきて一番びっくりしたことがあって、もう帰ってきたんですよね、こう、家に。で、荷物こう片付けながら、さあじゃあちょっと最後の締めの撮影撮っとかなあかんわ、と思ったんですよ。でもなんかちょっと違和感があって、何かがおかしいな、と思って、で、僕撮影って基本的に携帯で撮ってるんですよ。で、まあいろんな機材持ってるんですよ。でも、まあ一番楽なのが携帯なんですよ。だから僕2台持ちにしてて、まあ撮影用と、まあちょっと連絡取ったりとかするようで分けたりしてるんですよね。で、撮影用は当然ずっと撮影してたから持ってたんですよ、手に。で、連絡用は基本的にあんまり、まあ友達もなんつったらあれやけど、と、こう手に持ってなかった。たんですよね。で、最後に見たのが、多分帰国する前々日ぐらいに、カバンの、なんかこう、このショルダーバッグの横のサイドポケットにちょうど携帯1個入る分ぐらいの、ファスナーついたポケットがあるんですよ。そこに1台ペッと入れて、まあ5等分はまあまあ見ることもないかな、みたいな感じで入れてたんですよね。で、日本帰ってきて家着いて、あれ？そういえば、俺って携帯2台持ちやんなと思って、で、1台を本当にこう、サイドポケットから出そうと思ったら、チャックがね、開いてたんですよ。で、と思って、中見たら当然携帯なくて、盗まれたんかなってちょっと思って、で、もうどうしようもできないんですよね。バリか。それともどこかもわかんないですよ。経由がマレーシア経由やったし、インドネシアのバリで盗まれたのかもわからへんし、そもそも盗まれたかどうかもわからないですよ。置いてきたのか、それでも帰りのね、成田空港からのバスとか、もうどこで落としたかがさっぱりわからなくて、もう探すのは無理やなっていうのになって、
で、今ね、au さん、僕1台 au なんですけど、au さんすごいのが、僕、まあ、まず au さん行ったら、これ、落とし物の紛失届行きますみたいな話になって、で、右斜めに、交番あるんで、そこでもう10分ぐらい書いたら、もうなんかナンバーもらえますよって言われたんで、au さんのショップからちょっと歩いて警察行って、で、一応、東京の駅前、八重洲のあの辺の交番とかあの辺になんか落ちてるかどうかって調べれますって、おまわりさん優しくて、あ、調べれますよって言って、調べてくれたんですよね。やっぱ届けなくて、で、僕バス会社にも何件か電話したら、やっぱ届いてないっていうことで、あ、これもダメやなっていうことで、au さん行ったんですけど、ほんなら、au さんが、これって保険入ってますかみたいな話になって、多分入ってると思いますって言ったら、これ多分1万円ぐらい足せば、同じ機種の同じ SIM が3時間で新しく届きますよって言われたんですよ。新品が。保険入ってれば。ほんならもう探すのより3時間で新しいの来て、まあ1万円かかっちゃうけど、いいやと思ってお願いしたんですよ。ほんならぴったり3時間後にバイク便でピンポンって来て、来ましたみたいなんで届いて。ただ、ちょっと設定とか自分でやらないとダメなんで、うまく引き継ぎができてるかどうかわかんないですけど、やったみたいな感じで、もう一個がそれ、携帯を盗まれたか落としたか。で、今新しく新品が手元に来てるという状況で、本当にバタバタしてて、で、もう一個が、これね、以前もあったんですけど、ちょっと買いに行ったかな、スーツケースの番号、僕リモア使ってるんですけど、リモアの3桁の番号が、なんか預けたりすると勝手に変わって帰ってくることがあって、以前はたまたま近い番号かなんかでピッピッピッってやったら開いたんですよ。で、今回も変わってしまってて、で、僕ね、最初頭おかしになったんかなと思って、あれ、あの番号やったよなと思って、何回やってもそれで開かないんですよ。で、あれと思ってよくよく考えたら、いや違う、合ってると思って、で、やっていっても開かへんし、で、帰り、泊まってたホテルで、すいません、開かないですって言ったら、もうこれ切るしかないですよって言って、でもバチンバチンバチンって、ホテルの、なんか設備担当の人がやってくれて、で、まあ、とりあえず開いたんで、まあ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 、もうこれぐらいやったら、もう保険ね、で、入ってるから、カード保険入ってるから、まあそれでいいやと思って帰ってきて、さっきね、保険会社電話したんですよ。あのカードの。ほんなら、いや、それは、出ません、みたいな。え？って言って、なんで出えへんのって言ったら、いや、故意的に、あなた自分で切ったでしょ、みたいな。いやいや、ちょっと待って。いや、言うてる意味わかるけど、おかしない、みたいな。だって、俺が自分で番号を間違えたりとかしてくれたらわかるけど、なんか、それは、あなたが自分で切った、意思で切ったので、その故障は、出ません。言われたの。なんかちょっと腹立たへん。で、こう、僕ね、もうカードとかの保険とか、まあ、生命保険とかもなんかいろんな保険あるよ。障害、なんたら保険とか。出た試しないんですよ。マジで。出ません、出ません、出ませんで。金だけ払わしといて。で、払わす、最初入らせるときってすごいいいこと書いてるさ。あなたの、あの時、これ入ってればよかったんちゃいますのみたいな書いてあって。ね。で、あの時保険入ってれば、その出費はなかったんです、みたいなのとか書いてるじゃないですか。でもね、あれ、出ないこと多ないですか？俺だけ？俺出たことないです。めちゃめちゃ高い保険入ってる。だからもうやめたんですよ。もうその生命保険とかも出たことない。なんか傷ついてちょっとこう、ね、病院行きました。これ出るでしょって言ったら出ません。あ、それは対象外です。これは無理です。無理で。お前さ、みたいな。いや、なんかこう、入るときのなんかすごいかっこいい、ね、パンフレット。もうなんか、あなたの人生サポートしますね、みたいな。サポートどころかお前金だけ持って行って、何も出えへんや、みたいな。で、今回もスーツケース、それ出ませんって言われて、いや、もうやり合ってもしゃあないわ、と思って、僕、リモア電話したんですよ。ね、いや、あんたんどこの会社のね、このシステムというか、会員のシステム、ちょっとおかしない？みたいな。で、まあいいや、もうとりあえず、家の近所のリモア持っていくけど、こうやっていくらぐらいそもそもかかるっていう話をしたんですよ。パチンパチンって切っても、残ってるんですよ、中の鍵の、その先端が、鍵の中に。でも当然開かへんし。
で上だけバチンって取れてるけど、その切り方が荒いから痛いぞ手も。わかる？こうグッとこう引っ張るときに尖ってるから。でいやもうこれ直さなあかんな思ってリモア電話して、いやこうこうこうでっつって、向こうは向こうでいやもう自動で変わらないってならないようにはちゃんとなんか滑り止めがどうしたこうしたきつくしてるんですよとか言うてはるんです。でまあまあええわ言うて、もういくらかかりますのを言うて、ほんならまあ片一方1500円2000円ぐらいなんで、1個ね、1粒パチンってやるやつ1個、ジッパーの上かね、で鍵直してないやったら多分5000円以内で直りますよって言われたんで、まあとりあえずもう予約したんですよ、近くのリムアに、銀座のねリムアのところ。でまだ持って行ってないですよ。でそのリムアの予約ももう1週間ぐらい埋まってんねん、ずーっと。だからもう来月っていうか、まあ今月末、7月末から来月の頭になりますわね。だからもう今回の旅はもうカバンはおかしなってるし、携帯はもしかしたら盗まれてるし、で、ちょっと僕長く話したけど、両替のところね、うわーってこうね、詐欺を見抜いて指摘したらキレられて、こっちも行こうとしたら、引き出しにこう手かけて、まあ、拳銃はないと思うけど、まあ、両替所なんで、もしかしたらナイフの一つでもね、向こうは向こうでご信用というので、持ってたのかなっていうので、スタッフとかに、いやあれ言ってたら刺されてましたね、みたいな話もあって、もうね、本当に結構大きなこう山場というか、トラブルがいろいろありまして、ようやく今ちょっと落ち着いて、まあ見えてきたんで、携帯も帰ってきたし、まあ、リモアのこうね、スーツケースも修理出したら、もしかしたら安くで帰ってきてくれたら嬉しいな、みたいな。でもなんかどれもまあまあまああんま俺悪ないよなっていうのがね。まあ当然こうね、両替所の件なんて見抜いたこっちがね、3時送られるのに、なんかこうね、もしかしたら戦ってたら、もしかしてなんかいろんな国ではね起こってる、そんなぐらいでバチーンってやられて、バーンいう話もね、あったりとかしてるしね。いやだからこう、本当にケース、スーツケースもそうやし、携帯もそうやし、今回はいろいろなんかまあ大きなトラブルもあったなみたいなところで、で帰ってきてから携帯がなかったから、これ撮影ね、もうすぐ帰ってきてから、いや楽しかったです、まあいろいろありましたよねぐらいにしようと思ってたんですけど、もうそもそもの携帯もあらへんし、バタバタして止めなあかんしみたいなんで、で止めてみたいなことしてて、まあちょっと時間が、ちょっと時間軸がずれてしまって、でまあ帰ってきて2日3日経ってようやく今撮影できてます。はい、ということで、まあバリ島自体結構僕ね、好きな国ランキング3本の指に入る国だったんですよね、人的にも。まあまあそのね、変なことしてくるやつもいますけど、それはね日本でもそうじゃないですか、確かに。なのでそれはどうのこうのって言うつもりないんですけど、今回のバリは結構ガチャガチャした旅だったかなという感じです。で携帯はどこ行ったんやろみたいな。で僕ね、そんな iPhone と Android なんですよ。でそんなに僕携帯に固執する人間じゃないで、ね、iPhone の16です19で知らんね、今何本まで出てんのか。だから僕 Android なんで、そんなも全然気にせえへんし、盗まれたっていうか、なくなった方はもう3年ぐらい、2、3年前の携帯やし、ちょうど僕ね、もう動作もなんかちょっと動き遅いなみたいな感じだったんで、買い替えなあかんなと思ってたところでなくなったんで、まあ、ちょうどええとは思わへんけど、まあ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 そういうタイミングやったんかなとは思ってるんですよ。でスーツケースはもうね、もうどうしようと思って、まあまだ買って、僕もそれもまだ 2、3年なんですよ。でもう別に僕スーツケースのブランドもリモアリモア言うてるけど、なんなんそれみたいな感じなんですよ。どうでもいいんですよ。それやったら安いのを年1回ずつ買い替えていく方が僕にとってはいいのかなと思って、なんかこうスーツケースね、リモアやなんやらや言うてええの買うて、それを何年か使うよりはもう全然安い、その辺のね、なんか売ってるじゃないですか、安いの、もうノーブランドので、ちょっと大きめのやつをまあ1年ぐらいでダメになったら、はい捨てる、1年経ったらまた捨てるみたいな方が僕のこの感覚からは合うんちゃうかなってちょっと思ってて、まあ今回そのね、修理出して、まあ直って、
その金額で返ってきたら、まあそれは使っていけばいいんですけど、次も何かあったらもうね、いいやって思ってるし、もし治ったら治ったで、このリモアをちょっともう売っちゃって、なんか安いやつに変えて、別に僕もブランドなんか誰も見ないでしょ。あの人リモアやで。僕見たことないですもん。他の人のスーツケースのブランドなんて、あ、リモアやなとか、なんだろうやな、トゥーミーやなとか、見ない、皆さん見ないでしょ。だから結局ね、あの、花見せりや、そういうのもね、興奮してた。そういうのも結構自己満やなと思って、で、なんか使いづらいのを、リブランドのために使いづらいのをずっと持ってるよりは、安物でええから僕が自分に合った、使い勝手のいいやつをね、持ってる方がいいのかなーってちょっと思ってたり、あと携帯も盗む価値がアンドロイドのこの 2,3 年前のやつのね、ギャラクシーなんですけど、これが果たしてそのリスクをね、犯してまで盗むかなーってちょっと、だから僕落とした気もするし、でもどこに電話しても落ちた痕跡ないし、これ難しくて、なんか、って思いながら、まあまあもう新しいのね、3時間で来たんで、これはね、英雄さんあっぱれやなと、僕ちょっと思ってて、もう最悪なのは本当に保険会社。はい、出ません。はい、出ません。みたいな。どこの会社とかいませんで、そんな。でももうこれはもうね、僕はもう生命保険もそうやし、今まで保険入ってて、あ、助かった保険入ってて、と思ったことない。まあ、ね、ある方もいると思うよ。病気になって入院費がね、すごいかかるのが、そのおかげですごい助かったとか、失業保険入ってて、なんかね、ちょっと会社辞めなあかんことになったけど、1年分出ましたよとかって聞くんで、一概にゼロダメだとは言わないですけど、僕のこの人生の中で、この保険って意味ないんちゃうかなって、今回もまたまざまざと、はい、思い知らされた次第でございます。皆さんはどうなんですかね、この、高いカードのね、あの年会費払って、今のところカードの年会費の払っていい、なんか良かったなと、プライオリティパスだけですよ。僕、旅のしていく上で、プライオリティパスだけが、まあ、ちょっとね、ラウンジ行けたり、トランジット行けて、ラウンジ入ってとか、シャワー入れてとか、成田やったらちょっとご飯食べれて、みたいなところがね、いいなとは思いますけど、その他でそんなになんかこのカードのなんかね、保険が最高やったなみたいなのは今のところ僕は48年間生きてきて使えてない状況なんですよね。まあ今回の旅ちょっと総括すると、素晴らしい出会いもあったし、素晴らしい楽しいこともいっぱいあったけど、そのイコールのところで大変なこともいっぱいあったかなというふうに思います。なんか、まあね、こういう仕事してるんで、こうずーっと何もないまま行くよりは、こういう風にいろんなことがあった方が、喋れますから、こうやって。いいんでしょうけど、なんかこう、自分で起こそうと思って起こしてないじゃないですか。その、マレーシア航空の今回の遅延とか、帰ってくるのも遅延したんですよ。行きも遅延して、行きの遅延なんておかしくない？ 3 時間早く来いって言ってきて、やめなきゃやめていいですよ、みたいなこと言われたんですけど、書いてあるけど、そんな言い方してませんよ。でも、そんな風に見えるんですよ。で、嫌やったらもうやめてください、キャンセルしまっか、みたいな。できるわけないやん。5日前に、3時間早くなるぐらいで、9日間の旅が全部チャラにするなんて、今更予定、ね、組んでんのに、できるわけないの。分かってるくせにそんなことしてくる。で、まあ、3時間早くなるなら3時間早く着くんかと思ったら、トランジットが3時間長くなるみたいなところで、しかも着いたら1時間遅れるみたいな。何時間お前人のね、時間を奪ってんねんみたいなところもあって。で、この僕ら飛行機とか鉄道とかって、命を扱ってる会社やから、言ったあかん風潮ってちょっとありません？なんとなく、なんか言ってるの分かります？なんとなく先方は飛行機とかで命を預かってるんで、あなたたちの命が一番大事やから、遅延とかはしょうがないですって的な、まあそんな思ってないと思うし、書いてないですよそんな。でもなんかまあ、僕の中でですよ、まあ遅延、飛行機の遅延とかはもうしゃーないなって思うんですけど、
ちょっとあまりにも今回のやり方が3時間早く来い、着いたら1時間2時間遅延してるみたいな。で帰ってくるのも遅延したんです、1時間で。帰ってくる時は2日か3日前に今度は遅く1時間になりましたよみたいなね。だから1時間遅く来いって言ってきたぞ。ね、ほんなら1時間遅く着くかなと思ったら、またトランジットを使いようぞ。で、トランジット4時間が3時間になったんですよ。で、まあ、ええわと思って、それはまあ、ええわと思ったら、案の定1時間遅く着いてるんですよ。なんやねんみたいな、もう。めちゃくちゃ時間管理。それこそ人の予定をなんや思ってんねんみたいなのも含めてね、いろいろあった旅でした。思い知らされました、いろいろと。なんかまあ自分の力、自分の寝坊しましたとかね。そんなのも全然ね、お話になりませんけど、ちょっと今回は結構自分ではしっかりとできた旅やったなと思ったところに、外野からガンガンガンって来たことを、うまくこう、処理できなかったなぁとは思ってます。はい。ここの処理能力、いるのかどうかわかんないですよ。ね。なんか時間間違えてたとか、こっちが勘違いしてた、寝坊したとかは、もうこんなもんね、お話になります。自分が悪いんで。ね、なんか間違ってた、勘違いしてた、取り間違いしてたとかね。僕もありますよ、そんな取り間違いしてるのとか。だからそれはもう別に人のせいにしないです。もう自分が悪いんで。もう今回のね、いろんなこと、トラブルは、自分ではなんか防ぎようがなかったし、で、その起こったことに対して、なんかこう迅速な対応が大きすぎてちょっとできなかったなぁとは思ってます。で、まあ携帯なんか特にね、気をつければよかったんですけど、ちょっとわからないです。なくしたのか盗まれたのかわからなかったんです。はい。まあということで、ちょっとあんま喋りすぎるとまた尺がなくなってしまうんであれですけど、ということで、はい、帰ってきてから約2、3日経ってようやくカメラを回すことが、はい、できました。次回どこ行くかまだ分かってないですけど、ちょっと次回の、はい、場所もね、どっかのタイミングで、はい、発表できたらいいなと思いますし、まあインスタとかツイッターいろいろやってますんで、細かいところの感情とかは文字にもしてます。で、こうね、喋ってるのが一番僕はね得意なんで、文字に起こすのは下手くそなんで、もしかしたらあんまり伝わらないかもしれないですけど、まあ、動画見ていただいてもいいし、写真でも振り返ってもらえればと思います。Twitter、インスタ、あと、TikTok なんかも軽くやってます。だから SNS 結構やってる方なので、まあ、本名で僕やってますんで、で、調べていただいたら何かしらはヒットすると思います。で、最後、そうそう、これ言っといてって言われて、今回ね、こういろいろ、僕ね、友達が、まあ、向こうに、友達、知り合いがいて、で、今回、イワン君っていう、現地の、はい、インドネシアの方が、結構案内を5日間、4日間か5日間ぐらい、付きっきりでやってくれました。で、破格の1日5000円で、はい、やってくれました。で、多分、他のいろんな、まあ、ちゃんとしたところに頼むと、もっと高いと思います。いくらかはちょっと分からないです。その会社によって違うんですけど、5000円でもう1日、本当に車もいい車借りてくれて、ガソリン代も入れて、彼の拘束も1日して、で、長い時なんて、3時半とか4時とかから朝るんですよ。で、夜の7時、8時まで一緒にいてくれたりとかもしてくれたし、普通に平均的にも8時ぐらい、8時半ぐらいから、まあ夜7時ぐらい、6時、7時ぐらいまでは、まあ、ずっと一緒に回ってくれたし、で、行きたいところバーって言って、そこは回れない、そこでこのスケジュールじゃそこは抜いた方がいいよとかっていう相談も普通に乗ってくれると思います。なんかまあ人数多いとね、安くはなるんですけど、融通効かないし、自分の好きなねタイミングでじゃあもう次行こうとかできないですか。で、45分経ったらここねとか、30分経ったらここねみたいな感じなので、まあ安いお金を取るか、自分の自由な好きな時間を取るかっていうのはいろいろあると思いますんで、それはご自身だった、旅スタイルでいいと思いますけど、今回僕はイワン君には本当に感謝
してます。もう途中から何やったらイワン君の彼女まで一緒に回ってるからね。もう何のこっちゃ分からへん。あの、イワン君の彼女も一緒に回りたいって言って、横に、横とか前で、イワン君の彼女なんかも、はい、一緒に回ってくれたりとかして、一緒にご飯食べて、はい、いや、あの、楽しかったです。なんかこうね、現地の人たちと触れ合えたりとかもしたし。ということで、あと、堀くん。まあ、あの、バリといえば、あの、バリ島の味方っていう YouTube やられてる堀くんとも、堀さんとも一緒にちょっとお話できて、まあ何かできたらいいよね、みたいな。で、彼もちょこちょこ日本に帰ってきてるみたいなんで、じゃあその時にまた一緒にちょっと打ち合わせしましょうか、とか、何か一緒にね、メディア関係も動かせたらいいなっていうところは、はい、言えたので、そういったところはいい、はい、本当に出会いでした。で、まあちょっと年内バリは無理だと思いますけど、また来年、年に1回ぐらいは、行きたいなというふうに思います。意外と遠い、なんか近いようで遠いわ。まあ、今回ちょっと飛行機のね、あれがいろいろあったんで、はい、あれでしたけど、意外とちょっと直行便をうまく探せればいいんですけど、多分まだ1社しか直行便、はい、出てないと思うので、まあ、どこどこ経由でトランジットが、まあ、3時間ぐらいっていうパターンになっていくのかなと思います。はい。まあ、物価は、比較的安いです、まだ。円がまだそこまで負けてない。ところの一つの国だと思います。で、あ、そう、あとね、チップですよね。僕らもうチップ大の苦手じゃないですか。いくら払ったらいいんやろうとか。で、インドネシアも、この間言ったベトナムもそうなんですけど、チップのない国ですよって書かれてるんですよ、ガイドブックには。あとネット見ても。ただ、ありますもん。あると思っといた方がいい。ちょっとチップちょうだいとか言われます。で、渡さなくてもいい環境でもあります。ホテルの人とかもそうやし、ただ、渡さないとダメやなってちょっと思うところあるじゃないですか。荷物運んでくれたりとか、ちょっと何かちょっと持ってきてとか、こっちのミス。いや、向こうがタオル置き場忘れてるとかそんなんじゃないですよ。1個タオル多めに欲しいなとか、ちょっとこれ落として汚してもうたなみたいな、ルーム、こうね、ハウスキーパーさん、ルームキーパーさんみたいな人に、あ、これ目をかけてんなっていう時に、ちょっと多めに置いとこうかなとかってあるじゃないですか。僕は基本、自分がパッと思い浮かんだ金額の倍払うようにしてます。倍。だから、5000、まあね、1万円とか払うチップないじゃないですか。100円、200円の世界じゃないですか。大体僕のイメージで言うと、日本人のイメージで言うと。で、ちょっとこうなんかやってくれたら100円かなと思った時は倍、200円にしてます。で、200円、これちょっと重いな、ちょっとようやってくれたな、いう時に200、300円の時は500円にしたりとか、にしてます。だから自分の感覚、日本人ってどうしてもチップの感覚がないから、安く払いたくなるじゃないですか。なんとなく。もうちょっと安くしたいな、わかります。めちゃめちゃ僕も関西人です。ケチなんで、もう100円で収めときたいなと思うんですけど、間違って、正しい間違ってるっていう言葉を使うとしたら、日本人とか僕らケチ、一般庶民の感覚の金額は間違ってるか、うん、感覚というか間違ってる可能性はあります。その時はもう倍払っとけば近づくんじゃないかなと思ってます。100円の時は200円、200円の時は500円みたいな感じで。で、500円の時1000円、そこはない。まあそこまでね、チップで、なんかまあ払うことって言ったら、そう、それこそイワン君1日ね、拘束して朝3時半からとかね、帰ってきたらもう8時やったみたいな。15時間拘束してるよとかね。なんかそんなんはもうさすがにちょっと1000円ぐらい払ってあげてもいいかなと思うんですけど、普段、ちょっとタクシー乗りました。荷物何回も下ろしてくれたり、これ重いなっていう時やってくれたら、僕は100円かなと思うんですけど、200円にしたりとか。荷物2つ3つあったら、2、300円かなと思ったら500円にしたりとか。ちょっとね、自分たちの感覚の倍払っとけば、嫌やね。嫌やけど、もうしょうがない。もうその国に行ってしまってるし、で、ガイドブックはその国はチップない文化やでって書いてるけど、もう日本以外はほぼあるんじゃないかな。韓国はなかったか。でもまあ東南アジアとかは比較的要求もされるし、なんかいろんなガイドのついた人はよかったらチップくださいってみんなの前で言ってる。
いくらか分からへんで、言わへんから、チップいくらとか言わへんから、まあでも払わなくてもいいとは思うけど、もし払おうとしてその金額を100円200円と思ったら倍払っといて、まあ、500円ぐらいでいいんじゃないかなとは僕は思いますけど、まあその辺はもう皆さんね、多分いろんな YouTube、はい、今やられてる方多いので、そちらを見ていただいたら、僕の感覚はそんな感覚でした。はい、まあ東南アジアとかベトナムとか、まあその辺もだいぶもうね、チップとかね、必要になってきたんやと思います。ハワイはもうでも逆だと思います。もう取りすぎ、感覚的に。ベトナムとか東南アジアのチップはまあまあまあ許せるというか、気持ちがまだ入ってるけど、あのシステム化されすぎてて、ハワイこの間僕行ってきたんですよね、1月で。次回またこう年内もう一回行きたいなと思ってるんですけど、ハワイのチップの文化だけ、アメリカのチップの文化だけはちょっと、うん、皆さんあの多分考えといた方がいいかなと思います。まあこういうのもね、あのいろんな国に行って分かってくることだと思いますし、まあ番組ありがたいことに見てくれてる方は、あのその辺をぜひちょっと参考にしていただけたらというふうに思います。めちゃめちゃ喋ってんだこれ。はい、でこれどうしよう、くっつけたら多分相当長い、はい、あの動画になっちゃうね。ちょっとこの辺はスタッフさんとうち、はい、相談して、はい、あのどういう動画にするかっていうのを考えたいと思います。言いたいこといっぱいまとめたあるけどね、まああんまり喋るともう僕ね1時間2時間ぐらい喋ってしまいそう。これってさ、僕あのやってないんですけど、ライブ、何 YouTube ライブとかあんの？インスタライブもうやったことないないけど、まあそんなんちょっと一回ね、もうちょっとね、あの YouTube のフォロワーさんとかが増えたらやってみたいし、あのぜひ協力していただけたら、いつか皆さんとお会いして、はい、あの YouTube の方の、まあラジオの方はね、あの来ていただけたらガラス張りなので、あの日本代表の選手とか素晴らしいゲストの方がいるので、僕に会いに来るというよりはスポーツ好きな方はぜひ遊びに来ていただけたらと思いますけど、ちょっとこの旅番組の方の YouTube はもう少しあの力が、はい、体力がついたらですね、何かイベントなんかもやっていこうと思います。 T シャツなんかもね、これ作ったんですけど別に販売する予定もないし、僕のパジャマにパジャマになってるだけなので、はい、そういったところもちょっとね、はい、もう少し体力がついたら何かやっていこうと思いますんで、引き続き応援と、あとフォローと、高評価お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。